で今日はこの瞑想っていう,う話なんですが、えー、この瞑想、瞑想とは一体何なんでしょうと、えー、こんな感じでですね、昔はあのお坊さんがやるものみたいな感じだったんですけど、最近はこういうふうに、えー、とても明るい感じの瞑想のイメージになってるわけなんですが、この瞑想とは何かと、実は脳トレなわけなんですよね、えーと。実際にですね、瞑想をやっている人、それがや,やってない人、 そういうふうな人のですね脳の状態をですね MRI という断層を、えー、人間の体を輪切りにして、えー、測ることができるような装置を使って、えー、測りますと、ですねなんと、えー、瞑想するとですねまず左右の脳を結んでいる脳量このですね断面積が広がるとそれからあと、えー、記憶に大か立っている海馬この海馬の体積が増えるとそれからまたこの左脳にはですねこの 言語やっちゅうのなんですけども、この言語やの体積が増えるとかっていうふうな感じでですね、筋トレをすると筋肉が流流になるように、ですねこの瞑想をするとですね、えーと脳、脳の体積が増えてですね、それで、あのー、能力が高まるという、こういったことが分かってるわけですね。ですから、瞑想中いうのは脳トレなんだと。 多くの人は瞑想というとリラクゼーションじゃないでしょうかと思うんですけども、実際はですね、脳トレというふうな感じになりまして、ですね。それで、えーと、この一生懸命この瞑想をして、ですね、インスピレーションを言語化するというふうなことをやっていくと、ですね、いろんなあの脳の部位がですね、えー、元気になってくると、それからまた、あのー、私たちの脳はですね、コンピューターに例えるとマルチタスク状態と。 こ,れでえー、とこのようにですね一度に多くの仕事ができるんですけどもマルチサクスクなんで、道路は何か一つのことに集中したいなと思っても、えー、いろんな考えが頭をよぎってですねうまく集中できないとで。それで瞑想でですね雑念を抑え、目的の働きをさせるという訓練をですね、えー、続けていますとお、この脳のリソースを、雑音をですね雑念を消して、脳のリソース全体を使ってですね仕事ができるようになってくるというので、非常にこの、えー、よくですね、 できるようになってくるわけなんですよね。で、えー、このようにですね。瞑想中のは脳トレなんだっていう概念でですね、えー、聞いていただきますと、ね、とっても、えー、いいことが起こります。ほいでこの潜在意識というのはですね。こうやってあるんですけども、表面意識っていうのは普通の指標体で感じられる。意識の部分。潜在意識っていうのは？ 普通のの意識ででは感じられなない意識の部分なんですね。でこの催眠や瞑想の式状態というのが変性意識状態というんですけれどもこの意識状態になりますと表面式と潜在意識を隔たる統合膜潜在意識の扉というふうなやつなんですけどもこれが統合膜というんですがこの力が弱まってですね、潜在式への情報を探り変化させることができるというふうな うことがですすねね分かっているわけなんです、ねえー、でも多くの方はですね、こういった催眠、うん、や瞑想の状態などと、なぜこういったことができるのかっていうのをご存知じゃないですけど、こういうふうなメカニズムなわけなんですよね。それで、そうすると、この潜在意識の中にあるプラスのデータ、ニュートラルのデータ、マイナスのデータっていうのがありましてで、このマイナスのデータを打ち消すようなプラスのデータを入れてあげると、性格改善とか能力改善ができてしまうということなんですね。これからまた、瞑想の効果としてですね、 疲労を回復させるストレスをためないとかですね集中力が高まる平常心が溜まっているアイデアが浮かぶ人間関係が良くなる直感力が高まって運が良くなるというこういった効果があるわけですねでこの「瞑想の生理学」という日経ンスから出てる本なんですけれども、えー、この本の中ではですね、えー、疲労物質血液中の疲労物質を寝る 横になって寝ているのと、えー、瞑想をしているのと、どっちが早く疲労物質が少なくなるかというのをやってみますと、なんと瞑想してた方がですね疲労、えー、物質が少なくなるというようなことが分かっているということでなかなかなかすごいなということなんですが、それ以外にも、ですねこの、えー、日経ビジネスとか日経サイエンスであの特集が組まれたりとか、ですねなんとこの、えー、アップルのジョブズ氏が瞑想してますよとか、共済の稲森さんも瞑想してますよというようなことは、えー、結構聞くんですけど、なんと安倍総理もですね、 元総理もですねこの瞑想をしているというふうな感じで、ですねなかなか、うん、すごいなという話な,わけなんですがこれで、またですねこの社員教育に瞑想を取れる企業は増えてきたと、このマインドフルネス瞑想というのは、実はマインドフルネス・ストレス低減法というふうに言いまして、ですね、えー、っとこの一般的にこのうつ病の罹患率というのは、通常の企業に勤めている人はですね30人に1人という。 割合でそういったものがですね発生するんだそうですよね。30人に1人でもかなり多いなというふうに思うんですが IT 企業だとですねなんと10人に1人がうつ病になってしまう時代なんだとでそれなんでこのうつ病にならないようにすると、えー、するためにですねこの瞑想法を取り入れているとこの,の,の瞑想の状態になるとなぜうつ病にならないようになるかというとそもそもこの,そのうつ病っていうのは脳をですね克服してしまいまして。 で、えー、脳が疲弊して、ですねそれでセロトニンという脳内伝達物質があの出にくくなってしまうとそうするとうつ病になるわけなんですけれども、えー、この瞑想をするとですねセロトニンをですねがたくさん出るということが分かっているんですよね。それなんで、えー、このうつ病というふうなものの対策にはですねこれが直接ダイレクトに働くので一番いいという,ようなことなわけなんですけれどもこのようにこの、えー、何かすごいことが。 瞑想してそういうことをしようというのではなくて、このようにですね、う、え、つ、ー、病対策というふうなことで、社員教育の瞑想を取り入れているわけなんですね。これで、えーと、昔からの瞑想法というのがありまして、えー、古来より釣られてきた伝統的な瞑想法には、ヨガの瞑想法と、これは非常にこれ有名ですけれどもですね、こ TM、MM、瞑想これはあとだいぶ前にですね、IBM とか GM が、えー、一,一世を風靡って言うんですかねあ、ものすごく活発にですね、えー 活動していた頃に、この低迷想っていうのを社員教育で取れていると。で、これらはですね、ヨガとか低迷想っていうのはヒンズー教以来なんですね。それから座禅とか、ビパスタナー瞑想、マインドフルネス瞑想、これは仏教系と、あと日本の神道の瞑想っていうのがありますけれどもえ、このようにですね、えー、低迷想とかっていうのは、宗教色が取り除いた瞑想法だといわれてるんですが、この えー、リラクセーションぐらいでしたらばこのーマ瞑想でいいわけなんですけどももっと瞑想の効果を先ほど見ていただいたような瞑想の効果をちゃんと取りようと思いますとですねこの上にシリーというクラスがあるんですけどもそっちに行くと非常にヒズ教色が強くなってくるとそれからマインドフルネスも、ね、この宗教色をですねだいぶ取り除いているんですけどもこれよりももっと上の、えー、ビパッサナという瞑想なんですけども 本格的な瞑想をやろうとすると、ですねこれも宗教色がものすごく出てくるというので、宗教なんで,です、ね、信心深い人が上達するで、一般人が享受できる瞑想の効果はリラクセーション止まりと、ですから、えー、うつ病対策ぐらいでしたら、このマインドフルネスとか t m s 瞑想で,ですね十分になってくるわけですね。これで、だけどもやっぱり瞑想を続けていくと、ですねどん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 ん上達したいというのが人間の常ですんでですね。 こういうふうなところにです、ね、入っていかないといけないわけなんですね。で、そうやって日常にその十分に生かせるようになるまでには、新陳深さと10年以上の長い歳月と生活終盤のお金の変更等の苦行が必要と、こういった名物をです、ね、やっていったりなんかする必要が出てくるとかっていうようなことなんですね。なんで,です、ね、なかなかこの瞑想法ですね、えー、この来旧来の瞑想法で,ですと、 上達するのは大変というふうなことなんですけれどもそれで、えー、とそれなんでこの上達するのが大変だとなかなか普及できないだろうっていうんでもっとよく、えー、瞑想をです、ね、みんなにやってもらうためにというので、えー、こ,のこ,れこういった瞑想法を一生懸命研究してです、ねえー、この最新の心理学や脳性理学それから物理学を応用してです、ね、こういったものを研究してでソニックメーテーションというのをです、ね、作り上げたわけなんですね。 で苦行なしで、えー、最初から変性子状態に上手に入れると。で、瞑想を日常に生かす技能を3ヶ月という短期間で楽しく身につけることができると。苦行なしでですね、身につけることができてしまうのが、このソニックメーテーション。ソニーで研究した瞑想法になります。<laughs> はい、すみません。えっ、ー、と、それで、どうしてこんなにすごいかというと、音と色と意識と言葉のようにと。 それを使ってですね、このチャクラというふうなものを共鳴させてしまおうとでこのチャクラというと何か不思議なものじゃないかというふうにまた思う人がいるんですけども実はですね、えー、この脳からこの背骨を伝わってですね、各臓器に神経がこうやって伸びてるわけなんですけどもこの神経がですね、えー、まとまって出てるっていうところがあるんですねその神経がまとまって出てるっていうところをこの神経層というふうに呼ぶんですけども で例えばこの第三チャクラ、このところに、みぞおちのところにあります第三チャクラはですね、神経層でいうと太陽神経層という名前で、このように消化器系にですね、太陽のようにですね、えー、たくさんですね、こうやって、えー、太陽がといているようにこんな感じで伸びてると。ほんで、えー、となんびないそのところに内分泌腺もありまして、この膵臓、このインスリンというのがですね、あるんですね。で、第一チャクラっていうのは、副腎がですね、えー、内分泌腺で,で、第二チャクラは生殖腺、これが、 膵臓で、このところでですで、ね、ここが甲状腺で、です、ね、ここが脳下垂体で、このところが消化体という,ような感じで,ですね対応してるんですよね。で、そういうふうにです、ね、この、えー、チャクラっていうのは実は神経の大きな分かれ道と内分泌腺があるところだと。ですから、そこのところをその、えー、活性化してあげれば、ですね、えー、人間の小能力が高まると。で そのためにですね、どうやってするかというと、この音差がですね、同じ周波数の音差でしたら、えー、こちらを叩くとおこちらをですね、叩いていないように振動し出すという、そういうふうな、えー、仕組みがありますので、この音差の共鳴とかというと同じように、ですね、えー、私のも、瞑想の先生がですね、生徒さんに向かって、ですね、えー、こういうふうな音と色と意識と言葉のように送ると、そうするとそれを聞いた、えー、人は、ですね、えー、この瞑想の状態にすっと慣れてしまうということになんですね。 これで、この周波数帯でいきますと、音と音のエネルギーがこ,こで、色のエネルギーがこの可視光のところで、意識のエネルギーっていうのはこのマイクロウェイブのところにあるわけですよね。これだと言葉っていうのはこれで伝えたと。で、このようにしていくとお、この音というのはですね、この第一シャクラというのは微抵抗じゃなくて、うーんって音をですね、私が発しますんで。 皆さんはそれを聞いて、えー、自分のチャクラをイメージしながらですね、それを聞いてですね、で、そのチャクラが共鳴する色というのがありまして、それが第1チャクラは赤なんですね。で、第2チャクラが下のにあってウーっていう音と大々量に共鳴すると。第3チャクラは水落ちになってオーっていう音と黄色に共鳴するというふうにですね、あ、えー、るわけですね。で、7つのチャクラというのがあってです、ね、オーラと。で、オーラというのは何かというと、あのー… 人と人と、それから人と物とか、人と他の生物とか、そういったものをですね、つなげている、つなげている、この、そのつながりというふうなものをですね、このオーラっていうのをですね、イメージしたるんですよね。それで、この瞑想をするときにですね、重要なのがですね、この、ここのところには、えーさあの、催眠というのが書いてありますけれども、 えと催眠と瞑想というのは変性意識状態と同じ変性識状態に入るための手段なんでですね両方とも、えー、性格は非常に似てるんですけどもですね、えー、瞑想の状態何にも催眠の状態何にもこの部屋肩でうまくいくんですがこの人は九州大学の医学部のですね名誉教授でですね医学博士、成瀬耕作っていう人なわけなんですけどもでこの人はですね日本催眠医学心理学会とかっていうのを あのその理事長とかっていうのをやっていまして、この催眠界のドンとかっていうのを言われてる人なんですが、この人が書いた論文がこんなのがありましてですね、従来、催眠中のクライアントは自分の意思を失い、暗示に機械的に違うと考えられてきた。でもそうじゃない、それは誤りだと。実際には暗示課題を達成しようとする彼自身の主体的な努力の結果であると。えー、催眠にかかるとです、ね、その人は意識がどっかに飛んでいってしまって、まるでロボットになったかのように、催眠自身の言いなりになるっていうふうに考える人が、それは間違いなんですよということなわけなんですね。 実際にはその催眠を受けるその人がですね一生懸命に催眠の状態になろうと思って努力をするとその催眠がですねうまくいくと。ですから嫌がる相手を無理やりに催眠にかけてですね自分のいないにさせてしまおうとかっていうふうにな下心を持って催眠を習う人がいたりなんかするんですけども嫌がる相手っていうのはその主体的な努力してくれないんでですね催眠の状態にすることすらできないという,ふうなことなわけなんですね。ですから世の中でですすから中ねいろんな えー、都市伝説的なものがですね出ているわけなんですが、これがあの正しい解釈ということになります。それで、えー、とこの、またですね、この催眠とか瞑想というのは両方ともそうなんですけれども、瞑想の状態に入ったとっいう自覚っていうのはあんまりないんですよね、初,初心者の頃は。で、現在の普通の意識状態で目をつぶっている時ときと、なんだ同じのように感じられてしまうと。 それから瞑想で意識がなくなることはないと。なんかあの無の状態になるとかっていうのはその無の状態にはならないと。で、人からイメージをコントロールされないので,で、すね自ら積極的にイメージをする必要があると。なんか、えー、そのオウム真理教のようにです、ね、洗脳されてしまうんじゃないかっていうふうに恐れてる人がいるんですけどそういったこともないと。で、その瞑想に慣れてきますと、心身ともにリラックスする。 というふうなことが分かってきまして、それからあ気持ちが安静になっているなとか、集中力が増しているなとか、暗示民間になっているなとか、こういったことがですね分かるわけなんですね。ですから、このようにですねこの瞑想状態に入ったという記憶がほとんどないというふうなので、えー、瞑想の誘導を聞いても、ですね本当に私は瞑想状態なのかしらということをでで、ね、悩んでしまう人がいたりとか、だから自分は上手に瞑想ができていないんじゃないかと。えー、なんか自分が あるいはその世間が、えー、求めていったです、ね、騒いでいたその幻想というの瞑想が、ですね、えー、幻想的な瞑想というのはですね本当の瞑想じゃないかと思ってしまうと、ですね、えー、その大変なことになってしまうわけですね。それなんで、ですねこういうふうなものなんだというのを、ね、思って、うまくいかなかったらどうしようとか、自分はうまくいってんだろうかという,ようなことは心配せずにですね、えー、やっていただきますとうまくいっちゃいます。